ハームの魔法はニットガルから来てるんだ。エネルギーだけ。やっと治ったか。真のをうまく巻いたようだな。あんたは体調が良くないらしいな。情報が早いな。心配してくれるのか。だったら頼みを聞いてくれ。知り合いに風車の部品の仕入れを頼まれていたんだが、この体調じゃ難しい。代わりにやってくれないか。どうする。彼には世話になった。借りは返すべきだろう。頭痛とめまいがひどくてね。若い頃にいろいろ無理をしたせいかな。ガタが来ているのかもしれない。頭痛とめまい。他には。時々声が、私を呼ぶ声が聞こえる気がする。いや、何でもない。若い頃は軍に所属していた。両親が亡くなったのを機に神羅を抜けて家業を継いだってわけさ。話せば長くなる。簡潔に言えば、家族と故郷を奪われた。恨むには十分な理由だろう。故郷はここではないのか。この町は一度神羅によって破壊されてる。再建されても故郷という気はもうしない。ここにいるのは恨みつらみを忘れないためさ。不健康な生き方だ。助かる。詳しいことはミルドという女に聞いてくれ。海沿いの廃集落に住んでいる。風車が目印だ。ブロードの友達、来てくれてありがとう。どうだい、美しいだろう。共和国時代のものだ。神羅とは設計思想から違う。私はこいつをどうしても動かしてみたくてね。それなのにピッチ制御用のギアだけがどうしても手に入らないんだ。というわけで君たちにはギアを手に入れてきてもらいたい。何か質問はあるかな。うん、いわゆる幼馴染というやつだな。二人とも若い頃に町を出てね、世界中の風景を見て回ったよ。それから彼は神羅軍に入隊し、私はエンジニアになったというわけだ。現在は生産されていない部品だ。アイテムクラフトで作れるはずだ。まずはクラフトチップを手に入れるところからだね。レシピが分かればその後素材を揃えてクラフトするだけさ。簡単だろ。優秀な兵士として活躍していたみたいだよ。しばらくして何か特別な実験に参加すると言って連絡が取れなくなったね。再会した時には彼は神羅を抜けていた。何の実験だ。さあ、詳しくは教えてくれない。ただ彼の体調の悪化はその実験の後遺症ではないかと私は考えている。医者にも診てもらったようだが原因がわからないらしい。私もかつて失われた技術の中に治療方法がないかと調べているんだが、今のところお手上げだ。
クラフトチップは見つけたようだね。じゃあ次はアイテムクラフトだ。必要な素材はグラスランドに生息するケツァルコアトルという鳥から取れるんだが、ん？なんだ、すでに素材は揃ってるじゃないか。あとはアイテムクラフトでギアを作るだけだよ。それじゃ、よろしく頼むよ。何か質問はあるかな？それじゃ、よろしく頼むよ。共和国スタイルの部品は美しいな。早速風車にセットしてみよう。
い、すごい。見てくれ、海風を受けてブレードが回っている。興奮する。あとはどれぐらいエネルギーを生み出せるかだな。願わくば昔みたいにブロードと一緒にこの光景を見たかった。とにかくありがとう。夢が一つ叶ったよ。これからカームへ戻るのかい？そのつもりだ。ブロードに会ったら伝えてくれ。さっさと体調を治せ。そしていつかまた旅に出よう。また旅に出ようと伝えろと。そりゃ楽しみだ。ずっと働き詰めだったからな。思い切って長期休暇もいいかもな。そうした方がいい。ひどく嫌な匂いがする。まるで北条の実験室にいた。旅だ。そうだな、旅に出ないと。大丈夫か？元ソルジャーの宿命さ、いわゆる劣化だ。だから普通の医者には分からない。お前もソルジャーなんだろ？元ソルジャーだ。悪いな、不安にさせるつもりはなかった。それに必ずこうなるわけじゃない。あ、まだ若いんだ。まっすぐ生きろ。やりたいことをやれ。神羅の呪縛に屈するものか。なあ。